こんにちは。気になる男シリーズ第73話、速歌塾の久保でございます。えー、前々回ですね、タカさんの方に無料プレゼントがあるなら、有料プレゼントっていう発想はどうでしょうかってことでお題を出させてもらいました。そうするとですね、タカさんからね、いろんな試行錯誤した知恵の塊みたいな72話が送られてきて、非常に私はね、嬉しく思います。一生懸命考えていただきまして、ありがとうございました。で、ここまでご覧いただいて、 皆さんいかがですかね何有料プレゼント何それ <laughs> ねえだろうみたいな。プレゼントに有料ってのはどういうことだよって。プレゼントってのは贈り物。そこにね、費用を請求するなんて、なんか非常識じゃないかっていう風に、はいまあ、感じられた方もいると思うんですよ。でもね、まさにこの非常識がすごく大事なんですよ。通常、無料プレゼントっていう言葉はあるんですけども、じゃあね、聞いたことありますか有料プレゼントですって。ないですよね。 でもなんでこの「有料プレゼント」っていう発想が逆に誰からも出ないんでしょうかえそして私が「じゃあ有料プレゼント行きましょう」って言った時になんでこういったのが「有料プレゼント」じゃないかなっていうふうにポン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 出てこないのかなってところなんですよまあ一つ例を申し上げますけども世の中にはいろんな車がありますよねうん車ですよね やっぱこう、カローラみたいなね、大衆車からあ、高級車、セルシオ、クラウンみたいなのがあったりします。で、もっと言ったらね、ベンツの高級車とかもありますし、まあ、スポーツカーもいろんなね、ものがあります。じゃあですね、有料プレゼント、無料プレゼントっていう概念を、車に当てはめてみると、まあ、無料の車ってのはないにしても、無料同然の車ってのはあるじゃないですか。なんか1万円で買えますよとかね、10万円込み込みですよみたいな。ドライバーとしては非常にありがたくって、 まあ半年1年ぐらい乗れればいいかなみたいなつなぎの車としては10万円以下の車っていうのは非常に魅力的だったりしますもしくはあ,のあれですよね部品取りに車が欲しいなとか車を二個一にしたいなとかね、まあ、よくあるんですけども例えばクラウンに乗ってますとクラウン乗ってていろんな部品をねこう壊れたら付け替えたいなっていう人のためにもう1台走らないんだけどもほぼ部品は大丈夫だよみたいな1台をドーンとね10万ぐらいで廃車同然で買ってくるわけですよ で、それを自分の土地に置いといて、で、えー、自分が本来乗ってるクラウンの修理が必要だったら、そっちから部品を取っていくっていう、要,要するに、部品取りのためにね、車を買うってことがありますよね。まあ、その他お車乗られてる方っていうのは、基本的に1人1台ぐらいで考えられてると思いますけども、まあ、2台目とか3台目とかってね、最近はね、えー、乗ってる方もいらっしゃったりとかするわけですよ。それはやっぱり、メインで乗る車と、趣味で乗る車っていうふうな分け方もあると思います。まあ、こういう話をね、今したいわけではなくて、じゃあ、 有料プレゼントと無料プレゼントそして今お話した車の例がどう結びつくなってことなんですよじゃあですね車のメーカーがなんで高級車を出すんでしょうかね数千万とか中には億っていう金額で作ってる車もあるんですよ私ねこれね思ってるんですけども例えば、まあ、私の古い概念で言うとフェラーリって車があるんですよ3500万から4000万ぐらいで。 まあ出てるみたいなんですよ、うん、これってねプレゼントじゃないかなと思うんですよ有料の。というのがある程度のビジネスで結果を出してゆとりある暮らししを自分で手に入れましたそして大きくお金を使って自分の欲求を満たそうとするともうね車とか家とかになってくるわけですよまずはねまずは、うん。そうした時に 300万500万みたいないわゆる大衆車しか世の中になかったらどうですかねその中で自分のワンオンリーみたいなこれしかないっていう車を探すのって結構難しいんじゃないかなと思うんですよ乗っててもねかぶりますよねああそこでも自分と同じ車乗ってるみたいなでもそうじゃなくって街をさっそうと走るときにねやっぱり自分ながらあみんなに見られてるな優越感だなっていう風なプレゼントが欲しいわけですよ 頑張ったたんだななと俺はすごいいぜみたいなね誰かに自慢するわけではないけどもさりげなくすごいだろうって分からせたいような自己顕示欲それが一つ車だったりするわけですよじゃあそういう時にねこの町たった1台しかない車を自分が所有できるとしたらどうでしょうかその金額が誰もが手の届くような金額ではなくて例えば3,500万円のフェラーリだとしたらいやこれはなかなかのねプレゼントだと思いますよ うん、3,500万円のフェラーリが売っていて通常は3,500万っていうと家のローンででですすよで一生終わりです、うん、でそういった人生が大半の中で自分は、まあ、もちろん住まいにもちゃんとお金をかけてるし普段の暮らしもそこそこ余裕があるけどもプラスフェラーリに乗って移動しているとかね。でいつもフェラーリに乗るわけにいかないからメインの車としては自分の足車っていうのはちゃんと他にあるよみたいな。 まあつまりは、フェラーリ自体っていうのはプレゼントなんですよ。メーカーから成功者の証として、この車を買っていいですよっていうふうなプレゼントなんですよ。ただし、他の成功してない人は買わないでくださいねと。まあ、はっきりと言葉では言わないけども、3500万ですよ。ね。持つ人は限られてますよ。あなただけですよ。あなただけに成功者の証としてプレゼントします。3500万のフェラーリです。 これは十分有料プレゼントに値するんじゃないかなと思うんですよ。でね、これを、まあ、YouTube を中心としてネットビジネスをしている活動に当てはめていくと、例えばね、高額の対面コンサル300万っていうのがあったとしますよね。これ、販売者の都合で300万で付けたのかもしれませんけども、でも逆に言うとですね、この300万のコンサルを受けれるぐらい自分の 受信力が洗練されていると他の人には理解できないようなコンサルを自分は欲しいと思える選ばれた人になるわけですよしかもそこに対してお金が払えるってのはどういうことかっていうといきなり300万のコンサルを受けるわけじゃないんですよ300万のコンサルの前にそのコンサルをしてくださる先生のね言うこと話すことやっていることから実績を積み上げて確かに50万100万200万と稼いできたよねとで気がついたら 月収が万万とか100万になっていたこれはすごい人だなと。この人のコーチを受ければ自分はもっともっと可能性を追求できるかもしれない。そしてこの人からの教育によって自分は確かに月収50万100万をプラスアルファすることを実現したじゃないか。じゃあその自分の収入の一部をお返しする形で300万のコンサルを受けれるよねってことなんですよ。つまり高額のコンサルっていうのは そこまでで実績を出した人へのプレゼントなわけですよそれがね、無料プレゼントしか受け取れないような、まあ言ってみれば金銭的余裕がなかったり、まだスキルが磨かれてない人に、300万のコンサルですよって売れるわけないんですよね。つまりここで、住み分けができてるんですよ。無料プレゼントと言っても、受け取らない人もいる。それはなぜかというと、無料のものに価値を感じきれてないからなんですよ。ものすごく大切なこと、そこで、えー、話されている。詰まっているのに、 それが1万円札なななのののか、か、かかぐじゅぐじゅにしたのかゴミわかからないんですよね。でも無料プレゼントっていうのは手に取って開いてみるとわっこれは1万円札だったしかもそれがいくらでも開けば出てくるぞみたいなことに気付けるなら無料プレゼントは手にするはずなんですそして全ての人とは言いませんけどほとんどの人が無料プレゼントから第一歩を始めるんですよ無料プレゼントを試してみるとわっこれはすごいなとこんな世界があったのかじゃあ 5, 円1万円万これを払って次のステップ行ってもいいかなと実際無料プレゼントで5万10万稼げれば5,000円1万円っていうのは払える金額になってくるんですよねで今度は新しい価格で今度は有料で買ったものに対して新しい売り上げを作れるようになった無料の中身ってのはどんなもんなのかそれに比べて有料の中身っていうのはどんなものなのか有料と無料の差が分かるわけですよそうなると自分でも無料のプレゼントばかりじゃなくて 有料のプレゼントを作れるようになります、ね、そして有料のプレゼント中には低価格のもの中規模の5万10万のものそしていわゆる高額の30万とか50万のものっていうふうに高いものを作れる自分になっていくわけですよねそうすると当然そういった商品が売れるようになってきますから自分の収入が上がってきます収入が上がってくれば今度は300万のコンサルを受ける余裕が出てくるわけですよだから300万ののコンサルっていうのは いいきななりね稼ぎてもらえるの受ける問題ないですただし確かに稼げるようになったなっていう人に対してはプレゼントになるわけです、ね、いつかあの300万のコンサルを受けるために自分はビジネス頑張るぞっていうのは一つの目標になりますそして300万以上稼げるようになった時には300万のコンサルを受けるわけじゃないですかそうすると300万のコンサルっていうのは自分にしか購入することができない有料のプレゼントになるわけですよねフェラーリと同じです世の中にはこうやって 頑張って結果を出した人にしか開かれていないもん、商品、価格ってのがあるわけですよね。VIP カードってのがありますけどもね。あのクレジットカードでもブラックカードってあるでしょ。で、なんか普通は一般カードから始まって、えー、なんかゴールドカードってのがあるんですかで、ゴールドの次に、えー、プラチナとか言って、プラチナの次にブラックカードみたいなのがありますよね。で、まあ私もね、ほとんど今プラチナカードなんですよ。もともとはカードフラッグだったんですけども、10年前は。 だんだん実績を作ってきて一般カードを作れるようになってでゴールドカードをグレードアップしてそしてプラチナカードになるわけですでね50歳になるまでにねブラックカード1枚持ちたかったんですけどもちょっと間に合わなかったですねつまりは40代でブラックカード持ってもいいですよっていうふうな許可を私は得れなかったってことなんですよブラックカードの価格っていうのは高いです高いんですけどもあなただったら使ってもいいよっていうふうなプレゼントとしての価格なんでしょうねきっと で私はセンチュリーオリゴカードのブラックを狙ってるわけではありません。あれは日本国内に5000人しか取れないんで、とても私の,この、この国からのスタートではね、その5000人チョイスされることはないと思いますけども、まあ、JCB のね、ザ・クラスっていう、いわゆる国産のブラックカード、唯一の国産のブラックカードと言われている JCB のザ・クラスはなんとかなるんじゃないかなと思って、それを狙ってますけども、これもね、えー、わずか3年前に、えー、ブラックカードを、ね、目指してですね、プラチナにグレードアップしたところなんで、まだちょっと無理ですね。 私にとってのプレゼントっていうのはブラックカードが取れるかどうかなんですよもちろんブラックカードは年会費も高いですでもねそのお金が支払えるようになった立場にいたいということとそれからブラックカードを持っているという優越感っていうのは私にとったらねフェラーリに乗ってると同じなんですよまあ正直フェラーリを買うことはそんな難しくないんで買えばいいんですけども興味がないんですよねフェラーリにはね買えるお金ができた時に欲しいと思わないつまり興味がない うん、そうなると私の方からフェラーリのお誘いをお断りしてるってことになるんですよねまあ選べるようになったってことなんですよまあですんでね今回「有料プレゼント」ってお話をさせていただきましたけども有料プレゼントって世の中にね溢れてるわけなんですよただそのランクに自分がいないから気付けないんですよねああこの有料プレゼントこの商品っていうのはここまで来た人へのプレゼントなんだなとだってこの金額買って 負担が全然かからななないいい立場に行かないと買えないじゃんみたいな、ねまあ、ドバイに行ってそこで高層マンションに住むタワーマンションの最上階これもだから金持ちへのプレゼントだと思いますお金持ちにはいろんな有料のプレゼントが世の中に用意されていてそして人生をバラ色にこう輝かしてくれるわけですよねもちろんねお金で買えるものだけが全てではありませんでも残念ながら今のところ私の立場から言うと 悔しいからお金が全てじゃないよって言ってる自分がいるってうところですね。まあ、皆さんはね、有料プレゼント、身の回りにどのぐらい気づけたでしょうか。ということで、今日の放送は以上でございます。じゃあ、タカさん、この有料プレゼントの概念について、まあ、どういう風にお感じになったのか、またご返信いただければと思います。そしてですね、身の回りにある有料プレゼント、こんなものがそうじゃないかなっていう風なには、結構気づけると思うんですよ。今まではよく分からなかったけども、今回のこの動画を通じて、 世の中に満ち溢れている有料プレゼントに気づけたとしたら一歩前に進んだんじゃないかなと思います。そして情報発信者の私たちとしてはね、大きな有料プレゼント、どこかに用意しておきたいですね。まあ私がね、有料プレゼントと言えるものは、一泊二日の個人コンサル、一泊二日ですから、マンツーマンで一緒に泊まるわけですよ。で、そこでみっちりと翌朝の昼まで。 えー、午前中までね、えー、私のマンツーマン講義と私の暮らしぶりを見ていただいて私のね普段の作業を見ていただいてイメージを膨らませていただくこれが一泊2日50万でございますえっ、ー、と昨年はね2件これが制約しまして九州の方湯布院の方でやってきましたえっ、ー、と2泊3日で私の方が伺ってお二人の方に順番にそのコンサルをやったって話になりますよねでも本当にね感動ですよ終わった時はあついにこのコンサル話には聞いてきたけど受けれるようになったそして一泊2日本当にありがとうございました,みたいな 今回ね、有料プレゼントっていう概念をお伝えしたじゃないですかこういうふうなそういえば気づかなかったなっていうことにたくさん気づけるようになる第三の目が開くっていうのはそういうことなんでしょうねで最後にこういうことをねまた伝えて終わっていこうかと思います見えないものを見る努力ってよく聞くと思うんですけども私はね見えてるものが見えてますかと聞きたいですよね有料プレゼントって世の中に溢れてるじゃないですか 今まで見えていたでしょうかそれでは本日は以上ですありがとうございました